こだ。ここか。この先の岩の陰に入り口がある。わかった。さあ行くよ。残念だけど君たちはこの先へ行けやしないわよ。オロチマル、てめえここまで追ってくるなんてしつこいわね。サイはどこだ。それをこの私が教えるとでも。なら力ずくで教えてもらうしかないな。実験のおかげで木遁が使えるようになった君がいわば生みの親であるわと。あいにくだけどあんたに育てられた記憶はなくてね。オロチマルは僕が相手をする。ナルトは援護を頼む。分かったってばよ。行くぞ。どこを見てもやっ、
慎重になりすぎていたかもしれないな。なんだってばよ、この…確かに手応えはあった。なのに、打ち取った気がしない。やっぱり。さくらちゃん。このオロチマルは偽物ね。どういうことだ。首元にいくつか手術痕が見られます。しかも体温はなく、心拍も停止している。これは、オロチマルに似せて作った体を、シコンの術で操っているだけです。へえ、よく気がついたね。3年前に会った時はただの役立たずだと思ってたけど、どうやら少しは成長したみたいじゃないか、君は。あんたのこと、いろいろと調べさせてもらったからね。それに、私はもう、役立たずじゃない。さて、それはどうかな。またか。ヤマト隊長とナルトはオロチマルを抑えてください。あいつは私がやります。サクラちゃん。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。彼は自分から望んで我々の元へ来た。引きずりすぎだよ、男のくせに未練がましいな。大丈夫、ナルト。あっちは頼んだわよ。おう。そろそろ行かせてもらうか。破壊する。
どうして、そこは体内で破壊する。そこだ、そこだ、ハズレですよ。どうして、そこだ、そこだ、そんなもんだ。まさかねえ、ここまで力をつけているとは。ここまでか。君らの相手はここまでにしておくよ。逃げるのか。随分と決断が早いな。まあね、無駄な抵抗はしない性格でね。それに君たちではサスケ君を連れ戻すことなどできないって分かった。何、やってみねえとわかんねえ。やってみなければ無駄だよ。今のサスケ君は君たちの知っているサスケ君じゃない。どういうこと。人は変わる、そしてそれはサスケ君にも当てはまるってことさ。なんだと。せいぜい悪あがきをすることだね。さあ、いよいよだ。行くよ。どうした？もしかして、さっきの兜の言葉を気にしているのかい？なことはねえけどさ。ナルト、試しもしないで諦めるのはなしだよ。え？今のサスケがどうなっているのか、それはまだ想像の段階だろ？実際に会って実際に話してみないことには、どんな道も開けやしない。今は行動あるのみだ。ああ、よし、それじゃ行くぞ。はい。おう。ここにあいつがいる。待ってろよ、サスケ。そこだ。そこだ。
よくここまで来ましたね。てめえ、てめえ、なんで俺たちを裏切った？理由はもう分かっているんでしょう。ああ、大体はね、君は。いや、君の主はオロチマルと結託し、第二のコノハ崩しを起こそうとしている。そしてコノハ崩しがなされた後は新しいコノハを築こうと考えている。そこまで分かっているのなら話は早いですね。その通りです。僕たちは今のコノハを潰す。やっぱり。そして僕はオロチマルとのパイプ役としてここにいる。何？ナルト君、さすがの君も分かってると思うけど、今の僕はオロチマルの部下だ。サイ、あなた。オロチマルの命令は、君たちをここから先に行かせないこと。この先にはサスケ君がいるからね。この先にサスケ君が。悪いけど話はここまでだよ。僕は君たちを。ナルト、ここは俺にやらせてくれ。待て、こっちは3人いるんだ。サスケへの道は自分で切り開きたいんだってばよ。ナルト、ここで負けるようならサスケに会う資格がねえってことだ。ここで負けるようなら俺の思いはそこまでだったってことだ。けど俺たちのつながりはそんなやわなもんじゃねえってことをこいつに教えてやるんだってばよ。ヤマト隊長。ふん、まったく、そんなに悠長に待ってやれないよ。負けると思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ。させてもらうよ。忍法、超獣忍法。くそ。君、弱いな。そんなに強くなさい。行く！
許さねえ。なぜだ、力が入らない。渦巻きナルト、その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。まさか感情のないこの僕が迷っているというのか。俺とサスケの道は誰にも邪魔することはできねえってばよ。なぜ君はそこまでサスケ君を。あいつは俺を認めてくれた大切な存在だから。僕は君たちがここに来る前にサスケ君と会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っているとさくらさんから聞いた。あいつが何と言おうと、あいつは俺の友達だから。やっとできた、つながりだから。俺は、それを守りたい。それだけだってばよ。つながり？サル！サクラちゃん、ヤマト隊長、サスケが待ってる、急ごうぜ。ナルト。さ、行くよ。さくら。はい。この先にあいつが、サスケがいる。